ここから大発見、ここから大革新。ドアの向こうは世界を変える研究室。本日の研究テーマは、早期発見が鍵、本当は怖い貧血。一般に知られている貧血は鉄分などの栄養素の不足で起きますが、それとは違う原因で起こる貧血があるそうです。とても治りにくい貧血があります。その一つが再生不良性貧血という、難病と言われている病気ですね。これは再生がしにくいという意味で、いろんな栄養素の不足等を補っても良くならないという意味で、再生不良という名前が付けられています。再生不良性貧血は赤血球だけでなく白血球と血小板も減ってしまうそうですが、なぜ治りにくいのでしょうか。血液の細胞を作る大元になる細胞が造血幹細胞といいまして、全ての血液の細胞の元になる、その種のような細胞です。その種が減って、再生が起こりにくいために治りにくいと。でもどうして造血幹細胞が減ってしまうのでしょうか。本来は自分の体を守っているリンパ球という細胞、免疫担当細胞と言われているものですが、それがなぜか自分の大事な造血幹細胞を攻撃してしまうことによって起こるというふうに考えられています。そういった免疫の異常があるということを証明するための検査法の確立に取り組んでいきまして、現在ではある患者さんで免疫の異常が存在するということを証明できるようになっています。中尾先生は世界で初めてこの病気を正確に診断するための検査方法を確立しました。造血幹細胞が枯渇してしまう前にいかに早期発見するかが、再生不良性貧血を治す最大の鍵になるといいます。では最後に先生の研究ポリシーを聞かせてください。血液難病の患者さんがいる限り挑戦をやめないことです。金沢大学は世界をリードする先進的独創的な研究に取り組み、多様な分野で最先端の研究を進める異分野融合を推進することで、革新的な研究成果を生み出す世界に輝く研究大学を目指しています。イノベーションはここから始まる。